どうも、達也達也達也の、達也の、達也でーす。どうもー、キラリンチョ、キラリンチョチョチョッス。みなさん、こんにちは。みなさんもこんにちは。この度は、2週間の停止をいたしまして、本当に申し訳ございませんでした。実はなぜ2週間、僕が動画を休んでいたかっていうと、カクカクシカジカの理由があったんですよ。まあ、理由は3つあるわけなんですけど、1つ目は僕は東大に受かるために勉強してました。まあ、僕も高校2年生ということで、まあ、そろそろ僕も東大に入っていい年になってきたということで、まあ、ちょっと東大に入るために、必死につけに向かって、毎日1分ほど、ちゃんと勉強しました。これが1つ目の理由と、2つ目が、ちょっと僕、安倍総理から1本連絡があって、ぜひ総理大臣の後任として、ちょっと僕がちょっと総理大臣に体験していただかないとと、まあ、いうちょっとお誘いの電話が安倍総理からありまして、そちらにちょっと僕出張に出参り2週間ちょっと行ってました。すいません。まあ安倍総理とねちょっといろいろ飲み話とか、まあこれからの日本についてどうするとか、まあいろいろちょっと語り合ってっすね。まあちょっと安倍総理とゲーセンとか行って、ちょっとこんな風にプリクラ撮っちゃいました。すいません。まあ3つ目の理由を話す前に、ちょこれだけはやらせてください。ただいま。ただいま。お帰り。まあ、実のところを言うとね、この2週間休んでた理由が、まあこれが本当の、8割方の理由なんですけど、僕の動画を見て、来てくださる方は、僕2週間ぐらいの前の動画にタバコを吸う動画あげたんですよ。マンジマン。タバコを吸う動画あげて、まあそれ結果的に偽物のタバコなんですけど、そちらのタバコが僕ペナルティに引っかかっちゃいまして、動画を消されて、で僕今回これでペナルティ2回目なんで2週間動画投稿できなかったんですよ。反省します。いくらネタ動画だったとはいえ、やっぱそういう偽物のタバコとか、やっぱお酒の動画とかっていけないと思ったんですよ。反省しました。というわけで、ペナルティ2回引っかかっちゃって、動画を2週間強制的に上げられない状況でした。まあ僕の動画は、まあ知ってる通り、まあちょっと皆さんの動画と違って、まあ、結構過激な部分が多く、多分これからも過激動画がどんどん上がっていくと思います。ただもうこれからは法的なネタ動画はもうやらないと思います。もしそういう場合の動画を見たい方は、僕のサブチャンネル、リンクが、概要欄にあります。僕はこれからの方針としては、このアカウントはもう赤番食らいたくありません。ということで、僕のサブチャンネルが概要欄にあるんですけど、そちらに法的に関わるネタ動画とかを、まあ、これから上げていこうと思います。ほんまに法的に引っかかる動画は上げません。ただ法的に引っかかる、まあ、例えば偽物のタバコとか、そういう動画もこちらに上げていこうと思います。ぜひ僕のサブチャンネル、達也を登録してください。でこっちのチャンネルではコミュニティガイドライン引っかかるギリギリの、まあ、ラインの動画と、まあ、編集を兼ねた高クオリティになる動画、まあ、今までとそんな変わらない動画ですね。まあ、今までと変わらないね、まあ、動画をこちらのチャンネルで上げていきたいなと思います。でこちらのサブチャンネルではもうやりすぎた、もう皆さんが見てわかるやりすぎた動画を上げていこうと思うので、こちらのサブチャンネル登録よろしくお願いします。あとゲーム実況チャンネル概要欄にあるんで、僕そこでマイクラの実況を撮ります。登録お願いします。まあ、最近ちょっと光る大パイセンとか、ラハエルパイセンとか、ピンダパイセンとか、まあ、その辺がちょっとプレゼント期間で大幅に登録者伸ばしているってことで、許せね。後半は俺が登録者全員猫すからいただくことおめでとう。ということで、まあ、僕が今まで2週間動画上げられなかった理由でした。まあ、明日からの僕もペナルティ終わったんで、明日から普通に動画投稿していきます。で、僕の超過激動画を見たい方は僕のサブチャンネルを登録お願いします。そちらでも結構動画出していこうと思ってるんで、過激なやつはね。ということで、僕の明日からの動画お楽しみください。いや、いった。